きっとこの中だ。あれだ。そのキーブレードが。これが僕の探していた鍵。闇の世界のキーブレードだ。闇の世界のキーブレード。二人が闇の扉を結ぶ。二つの鍵が扉を結ぶ。光を封じる闇への扉。光あるものを通さぬ扉。鍵はこれで揃った。あとはこちらから扉を閉じるもの。それは光と闇を結ぶ扉は心に光を持つ者は通れない。つまりそこから闇があふれ出しているんだ。そこを閉じるには光と闇のキーブレードと両側から扉を閉じるものが必要なんだ。それならミッキーがキーブレードを使って私がその間に扉を閉じます。いや、扉を閉じるものはもう決まってるんだ。あの扉がキングダムハーツの扉。あれは君が知っているキングダムハーツとはまた別なんだ。少し規模の小さい世界の心のキングダムハーツ。真のキングダムハーツではないけれど、このまま開いた状態にしておくとここから闇があふれ出して世界を覆ってしまう。この鍵と光の世界にいる空の鍵を合わせれば扉を閉じることができる。あとはリクさえ来てくれれば。空、リク。あれは、これで揃った。アクアも一緒に。光の世界の戦いはまだ続いている。テラとミッキーの言葉でそれを知ることができた。だったら私はもう少し闇の世界にとどまろう。もし誰かが闇の世界に迷い込んだ時には力になれる。私につながる道をたどれるよう闇を照らす光となろう。そしていつかテラとベンの元に帰る。私はマスターアクア。心配は必要ない。アクア。
緒に鍵をかけよう。また一人か。よかった。世界が再生するのね。鍵が導く心のままに。私はここにいる。